強制か。どうやろう。ああ、よし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 、オッケー。せやな。で、行きましょう。星が強制って珍しいな。今までおらんかったよな、そんな子。はあ、退屈だな。今日は確か七崎と小学校に行く日だったな。夜までは時間があるし、とりあえず漫画を読んだりして時間を潰すか。よし、この間完結した漫画を全巻一気に読み直すとするか。うん。で、夕方。よし、これで全巻読破だな。いやー、やっぱりこれは名作だな。しばらくは本棚に置いておくとするか。うん。そうだ。今何時だろう。まだ夕方っぽいよな。お、そろそろいい時間だな。小学校に向かうとするか。さすがに小学校に行くとはいえ、女の子を暗いところで待たせられないしな。純一くん、ついにそういうこと考えれるようになったんか、お前。今までデートに行けば女の子を待たせとった純一くんが。偉いぞ。それにしても、イカの滑り台を見た時の七崎の顔が見物だな。絶対タコなんよ、これ。あれ、覚えてないけど、俺。今から楽しみだな。もう、ここまで言うってことは、多分そういうことよ。よし、到着っと。しかし、このグラウンドってこんなに狭かったかな。いや、わかる。久しぶりに小学校とか見るとちっちゃ見えるよな。うん。なんだかバスケットゴールも妙に低い場所についてるし。そう、小学生向けやからな。先輩。おう。うわ、こんばんは。時間ぴったりですね。な、七崎か。脅かすなよ。ま、愛ちゃんしかおらんやろ。別にそんなつもりじゃ。先輩って結構臆病なんですね。そんなことはないと。うん。ではそういうことにしておきます。七崎って結構意地が悪いよな。ええ、今頃気づいたんですか。なんか前もちょっと言ったけどさ、あの、心を許した人にはね、こういう態度取るよな。それより、私小学校って久しぶりに入ったんですけど、このグラウンドってこんなに小さかったんですね。あ、七崎もそう思ったか。じゃあ先輩も。うん。これって私たちが成長したから。まあそうやろうな。まあ多分高校の方が大きいやろうしな。うん、多分ね。うん、中学高校とね、ちょっとずつ大きなってっとるから、まあ狭く見えるのはしょうがないよな。さて、お、それでは早速滑り台を確認しに行きましょうか。あ、うん、そうだな。いよいよか。こっからは七崎の顔に注目しないとな。一体どんな顔をするのやら。さて、よしよし、まだ滑り台が。あれ？タコですよね。どうしてイカなのに赤く塗られているんだよ。お前、認めろもう。僕が通ってた時には確かに白かったはずなのに。あー、やっぱそういうやつな。私の時もそうでしたよ。あ、いつの間にかちゃんと塗られたんですね。なるほど。ちゃんとって、それはおかしいだろ。どうしてイカが赤く塗られてるんだ。もしかして作り直したとか。え、当時と同じ形かと。そのくらい先輩もわかりますよね。でも当時は確かに白かったぞ。
それはペンキが剥げてたからです。ああ、まあそういうことか。それでまあ普通に塗り直したんやな。ペンキ？まさか長崎はそのことを知ってたのか？いえ、知りませんよ。私も卒業してから来てないんですから。じゃあどうして長崎はタコだって分かったんだよ。お前なんでちょっとキレてんねん。先輩、ああ、足の数を数えてみてください。やっぱそこよな、普通に考えて。え？あ、ああ、うん、うん、はい。いや、これはもろタコやろ、白くても。すげえ使い方。これは当時から8本だったんですよ。これは白くてもタコやろ。イカってなんかさ、イメージやけど頭三角ついてない？で、なんか丸っこくて、なんか口とんがってったらタコみたいな、やっぱイメージあるから、これは白でもタコやぞ。うん。色の問題じゃねえわ。そんな、まさかこんなことが。僕も梅原もずっとイカだと思ってたのに。梅原くんもかよ。僕の負けだ。残念でしたね、先輩。ま、仕方ないな。今さら負け惜しみを言うつもりはないよ。これは言われてみれば確かに立派なタコだよな。もう色が赤で塗られたら完璧やな。それにしても懐かしい風景だな。ここにこうして立ってるとなんだか昔を思い出すよ。お、そういえば僕も新任の女の先生に甘えてたことがあったっけ。あー、なんか、あ、おっとっと、なんかそんな話してたよな。あの、育夫がどうこうみたいな、弟のね。必要以上にそっけなくしたり怒ってたりしてたよな。ただ単に構ってほしいだけなのに素直にそれを言えなくて。そうか、だとしたらやっぱり七崎の弟もそういう感じなのかもしれないな。なあ、七崎。はい。僕思うんだけど、小学校の男の子って誰かに甘えたい年頃ないんじゃ、なんじゃないかな。え？ほら、弟のことだよ。噴水前で七崎が考え込んでただろ。あ、はい。こううまくは言えないけどさ、やっぱり弟は七崎に甘えてるんだと思う。七崎はお姉さんなんだから、それをすっかりしっかり受け止めてあげればいいんじゃないかな。はい、そうですよね。うん、参考になれば。ん？何、お腹減ったん？あ、野良犬か。いきなりグルルルルって言ったからお腹すいたんかと思ったわ。先輩。結構大きいな。しかもなんだか興奮してるみたいだ。今し野良犬ってでも聞かんな、もう。昔やったらまあおったっちゃおったけど、今はね、もうあんま見やんな。いや、でも怖いよな、野良犬って。七崎はこっちに。その間に僕が追い払うから。はい。くそ、お前はこっちだ。お、あー、なんか思い出した。あったあったあった、こんな。アイちゃんが滑り台に隠れてんのなんかあった気する。うん。うわ、先輩。七崎は隠れていろ。はい。
あ、隠れた。うおー、ほら、話せ。あ、出てきた。生えたり生えやんかったり面白いな。ダメだ、長崎が隠れてろって。でも早く。はい。うん。3段階あんねやな、アイちゃん。とりゃあ、4段階。あ、5段階。うわ、あ、そうだ、次に飛びかかってきたら砂をばらまいて驚かせば。よし、くらえ。なんかちょっとアイちゃん震えとんのか、これ。なんか動いとるよな。お、よし、逃げてったかな、キャンキャン。うん、どうや、純一くん。あ、いけたか。どうにか追い払えたみたいだな。と、余韻に浸ってる場合じゃない。な、七崎、大丈夫か？はい。もう出てきても大丈夫だよ。あの、先輩。ん？あ、もしかして。ちょっと待ってな、今行くから。はい。七崎がすくんで動けなくなってるんだ、すぐに行ってやらないとな。いや、これはかっこいいとこ見したんちゃうかな、一気に駆け上がって。せーの。お、行った。あ、階段から登ったらよくない、普通に。そんな逆から登る意味ある。お待たせ、もう大丈夫だからな。先輩。え、な、七崎？どうして抱きついてくるんだ？まさかそんなに怖かったのか？すみません。いや、それより大丈夫だったか？こんなに震えて、やっぱり怖かったんだろうな。よし、こういう時は僕がしっかり支えてあげないと。七崎？七崎は犬苦手なの？いえ、そうでもないんですけど。急にだったから驚いてしまった。まあ、野良犬が襲いかかってきたらしょうがないよな。うん、そっか、ごめんなさい、こんな。うん、いいよ。うん、七崎ってこうしてみると思ったより小さいんだな。なんだかふわふわとした抱き心地じゃないけど、それでも女の子なんだってよくわかるような。できることならこのままずっと。あの、何でしょう。うん？何？すみません、もう大丈夫です。え？あー、ごめん。いえ、抱きついたのはこっちですから。いや、いいぞ、いいぞ。七崎。勢いとはいえ抱きしめたからか、なんだか気恥ずかしいな。先輩。え、何？そろそろ戻りましょうか。そうだね。いやー、これ絶対いいやろ。あ、ここ。会話がないぞ。
もしかして長崎も意識してるのかな。先輩、私ここでいいですよ。あ、うん。今日はありがとうございました。いや、いいよ。結局勝負は僕の負けだったしね。え、お、先輩の勝ちかもしれませんよ。いや、勝ちでしょう。これは結構逆転勝ちみたいなとこあるけど。え、さっきの先輩すごくかっこよかった。ああ、臆病なんて言ってすみませんでした。せやな、最初にそんなこと言ってたな。そういや、あ、それじゃおやすみなさい。ああ、うわあ、長崎があんなことを言うなんて、なんだかすごく照れるぞ。うう、なんだか落ち着かないな。いっそのこと走って帰るとするか。よし。あ、でも資格はもらえやんのか。うん。いや、よかったよかった。とりあえずオッケー。俺なんか資格取り逃した感あんのよな、ちょっと。あの、バツついたびっくりマークがちょっと気になるんよな。ねえ、ニーニー。お、もしかして彼女でもできた？ほぼできた。最近すごく元気だし、怪しいな。多分ミヤちゃん知ったらびっくりすると思うよ。よし、終わろう。いや、これはでもね、かっこいい。ギャップって言えば、まあギャップなんかな。うん、普段はちょっと、まあ頼りないとこもあるけど、ああいう時はしっかりね、守ってくれるっていう、多分ギャップがいいんやろうね。うん、知らんけど。いやー、でもこれはだいぶ、愛ちゃんの中で動いたんちゃうかな、大きく。うん。いや、いいですね。いやー、もう、なんやろ、スキルート行くことは決まったので、これで。あとは、まあ見ていきたいんやけど、イベントとか。資格をね、取れやんと、うん、ちょっとどうにもなんないんで、そこをちょっと取っていきたいね、次回以降は。うん、ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。